にしようと思ってパソコンで配信しようと思ったんですけど、全く映らなくて全く聞こえなかった。ちょっと急遽私の方の携帯で配信をしていて、なんとか映った感じですね。こんばんは、こんばんは、こんにちはかまだ今。でね、今日は作戦会議系をしたいなと思って、あんま実践はまだしない方がいいですよね。作戦会議なんで、あんまり作戦会議しない方がいいかなと思って、そう、作戦会議じゃない、実践してやらない、やらない方がいいかな。くっそー、せっかく2台でできると思ったのに。よいしょ、早速やっていきたいと思います。よいしょ、痛い。はい、まあじゃあ始めますね。はい、今回ですね、NMB48、ロードモバイル NMB48 対抗戦に、参加させていただくことになりました。お、カズさんいちごありがとう。ちょっとあのリップを濡らしてください。はい、参加することに。ありましてですね、そう、まだこのゲームわからないよって方もいると思われます。はい、私も実際分かってないです。もう理解がねむずいんです、あのゲーム本当に。けどやったら意外と楽しくて、私こういう頭使ったり、こういろんなこう育成するゲームあんまりやったことなくて、できるか不安なんですけど、頑張りたいと思います。でですね、ちょっとお待ちください。もうこれはいらないよ。え、本当にいらないからね、これ。はいはいはい、はい、要素そうなんですけど、とりあえずいろいろ強化させていっていろんなのをクリアしていってますね、攻略とか見ながら。2月14日、ふわのお姉ちゃんの誕生日ふわのお姉ちゃんの誕生日となります覚えててくださいに、集計が途中で6時にあるので、あ、18時、夕方6時にあるので、その時にね勝ちたいですね。すごいな、これすごいな、数字がいっぱい。間違えた、お姉ちゃん誕生日って2月13だったっけ、忘れちゃったバレンタインじゃなかった気がする。白レベルとかをどんどん上げていかないといけなくて、今フーアの白レベルが確か10ぐらいだった気がする。いや10だったっけ、忘れちゃったでも結構
コツコツやってるので深夜帯に。なんでみなさんどんな感じですか今。そうめちゃくちゃ申請してきてくださってて、まだ承認はできなくて、一回承認しちゃって間違えて。そう、ゴールドめっちゃ必要。あ、それは大丈夫です、ちゃんと用意はあるので。ゲームは習うより慣れろです、当たり前でしょ。そしてギルドにつき100名までが参加可能で、私のギルドタグはあの F 大文字で FU8 です。FU88 です。 FU8 で、座標が1231419167だった気がする。ですね。さあぜひ参加お願いします。お、ビス見つけてくれましたか。そう、今回のビス3月号さんで載せていただいているので、 HMV 心斎橋店さんに行って購入すると、あのフーアのポストカードが、なんとそこでしかもらえないポストカードがついてきますので、皆さんぜひお買い求めください。なんか光の当たり方でちょっとキモいんだよな顔が。すごい、うわ映ってる。意気込みコメント、ファンの方とこうやって協力してゲームができるのがすごい楽しみです、一緒に優勝をつかみ取りたいです。50文字以内って言われたんで頑張って50文字以内で埋めて書いたんです。50文字、最初ほんと80文字とかになっちゃって、数えたらなんで減らし減らしでやりました。ポストカード分販売した、完売、ありがとうございます、載せていただいて本当に嬉しい。ビスさんすごい、いつも店頭とかに並んでるのを見るだけだったんですけど、見るだけというかもう自分がゲットするとか買う側だったんですけど、載せていただいてめっちゃ嬉しいです。今日は作戦会議しようと思って、話違う話になっちゃう毎回。超豪華配信機材セットをプレゼント、超豪華ってついてますからね。すごいよ。絶対勝ちたい。絶対勝ちたいなマジで。マジで勝ちたい。マルルさん、いちごありがとう。なんでまだヘナチョコ、ヘナチョコ、ヘナチョコ、ヘナチョコなんで、あの
ギルドというかフーアが。ヘナチョコなのでね、皆さんと一緒にどん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 強くなっていきたいなと思います。むずいんですよね、本当にローモバ。おもろいけどね、その分難しいので、ちょっと頑張ってね、やりたいなと思います。今日はね、朝からラジオ収録をしてきて早起きですよ。そっからは あれしました。え、魔獣とかさ、緑色のやつさ、あれ強すぎて倒せんのんだけど、風はマジ倒せないんですけど、あれどうしたらいいんですか？全然倒せないんですよ、風は。なんで？頑張ってやってんのに毎回一瞬で負ける、フーアの陣地というか。強すぎ、あれ15人ぐらい集まっていかないと無理ね。え、だってでも5人とかでしか行けれんじゃん、あれ。見て、それでカラコン変えたんですよ。超ナチュラルでも、目に光が入るカラコンみたいなにした。一人では行かないよ、行ってないけど、むずいんですよね、なんか。今鉄鉱石とかの採集とかあとなんか進めるやつやってます。メンテナンスになった。メンテナンス？マジ？メンテナンスやめろちょっと待ってくださいね。喉めっちゃ痛い、喉が痛い、くそ。ローモバ、初心者初心者向けのサイトを見て、うわ、負けない。いや、本当に負けないですから。え、超豪華配信機材絶対ゲットしたい。フチマル水産 TV 解説したい、実現したい、ふわのこの気持ち。マジで。いやえ、全然分からんんだけど、これ。
103さん TV マジでですからね。マジでこれガチですから、これあれです、バカにされちゃ困りますよめちゃくちゃ面白いやん。あ、いけるいける、ローマ版初心者課金必見とかある。ローマ版の進め方、え、結構フーは結構ね YouTube とかで見てるんですよ、ローマ版の初心者とかって一通り建物を建設、まずはギルドに所属しよう、タスク3、余った領地をどうするか考えよう、タスク4、ゴールドはできるだけ貯めない、タスク5、冒険はノーマルを進めるべき、エリート、いやそれ私が聞いてるんですけど、パソコンさん、いやノーマル進めるべきエリート、いや私が聞きたいですそれでも今ノーマル進めてますけど、タスク6、お城レベル10になる前に第2舞台をそれよ、そして遅いですよ、もう終わりますよこれ、コルニーへ転送しよう、ちょ今調べてます、こっちでやって、あ、いいんですか、ありがとうございます。え、これググれますか、冒険のちょノーマルまでやるって、ノーマルやってますよ、でもむずいな、ふわ今ジョジョのオールスターバトルのあのコマンドの技とかも覚えないといけないからあ、これググるのに使いたいです、あの、あ、あった、調べます、え、調べませんよ、ちかしげさん、ちかしげさんって言っちゃった、これシムなしじゃないですか、シム入ってないんで多分調べられないですね、これショールームやる、ショールームはもうこっちでやってるんで、でもシム入ってないんでそもそも無理だと思うんですよ、このここがここがつなげられないと多分できないんで、はい、確かにコマンド、そうなんです、でもスイッチのあれなんかむずいから、なんか打撃だけ覚えればいいと、あー全部持ってかれた、そう、全部持っていかれたんだけど最悪、 Wi-Fi、 あのそもそもね Wi-Fi は通じてるんで動画とか撮れるし、ショールもできるんですけど、ググれないんですよね、あれ SIM が入ってないか知らないけど、あのモバイルあれがつなげれなくて、あーなくなった、俺の救世主パソコン、でまあそんな感じ、そんな感じ、どんな感じ、ちかしむさん頑張って、本当にいいよ、え、めっちゃ可愛くないこのカラコン、ただはね今6部が見終わってもう胸圧展開というか、でもちょっとね切ないんです、なんかジョースター家のなんか歴史が閉ざされた感があって、すごくちょっと無念というか、まあ半分切なさもあり、でもまあ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 いい終わりとは思いつつ、ちょっと寂しい気持ちもありましたね。6部のお芝風はのもちろんジョー太郎はかっこいいじゃないですか、でもふわはアナスイ、アナスイめっちゃ好き、あの衣装もめっちゃ好き、アナスイとかあとアナスイぐらいかな
アナスイが好きです。男キャラは。とあとは、うーん、女の子のキャラクターは、うん、エルメスが好きかな。エルメスと、あ、でもジョリーンめっちゃ好きです。ファイルザイさんめっちゃ好きなんで、すごい声合ってるなと思いながら。アナスイス名前だった女性か。いや、それがムキムキの男なんです。エンポリオとかもかわいいから好き。なんか電気のあれでめっちゃテカってるように見える顔が。めちゃくちゃマットなのに今日。自分は FF。 え、わかる、それはめちゃくちゃわかる。フーファイターズね、めっちゃフワも好き。単発めっちゃいいですね。なんでどうしような、もローモバ。まあでも協力して。でもなんかフワの城燃えてたんですよね、見たら。なんで燃えないのを意識して。はい、燃えないように対策しつつ物語も進めてね、冒険とか。そう、 YouTube で冒険の、敵の倒し方とかよく見てるんですけど、むずいですけど。バリア剥がれてるん？バリアをどうやってつけるかも私はまだわからないんですよ。あ、てか YNN の配信どうでしたか？そういう聞きたいことがありすぎて、皆さんと話したいことがありすぎて、みんなと。今日はね、松田聖子さんの1曲目はカラオケ歌ったんですけど、松田聖子さんの天使のウィンクと、2曲目はあと何だったっけ。あれ何だったっけ。あれ、天使のウィンク、あ、幸福論、椎名林檎さんの幸福論と、3曲目はあ、ジュディ&マリーさんのクリスマスと、4曲目はスキャンダルさんの瞬間センチメンタルと、5曲目はあれよ、ボーノさんの初恋サイダー歌わせてもらってましたね。すごい全部フワの歌いたい曲を通して。でも最初クリスマスは新しい学校のリーダーズさんの大人ブルーを歌おうと思ったけど、カラオケにまだ入ってないことで、もう速攻で決めて、最後のね、進撃の巨人のグレンの弓矢はもうマジで本当に始まる前とかに言われたんです、歌いますみたいな。えってなって、覚えてないですみたいになって、けどまあ頑張って思い出して歌いました。え、その動画見たいけど見れないんですよね、カラオケの。うん、見たいな。でもそのせいで喉が今ガラガラで、今マジで死にそうなぐらい痛いです。風邪の時のマジの喉、痛い喉になってるから、ちゃんと歌唱力までにはしっかり直しておきたいなと思います。
なんでまあね、いろいろご飯も食べさせてもらえたし、いい配信ですごく嬉しかったです。その調子で今年は大吉なのでロンバで1位を取りたいと思います。トゥースやばい、朝のラジオから変なテンションになってる、やばい、もっちゃんのせいで、もっちゃんとみっちゃんのせいで変なテンションになってる。ちょっと心落ち着きます。なんかでも何倍がお買いか宣言、いつかの何倍がお買いか宣言公演で、マカニャンかマコがそのトラに似てる、トラっぽい先輩みたいな、トラっぽいメンバーみたいなのでフォーの名前を出してたらしくて、ナヤピオに聞いたんですけど、誰ですかいや言ってたとしてどっちもおもろいな、どっちかだとしてもどっちもおもろいわ。スネオさんハートありがとう、おもろいわと思ってなんでって聞いたら、その肉言ってるからみたいな、性格が肉とかじゃなく、性格肉じゃない、性格がトラっぽいじゃなくて、その食べ物とかで決めてんのがまたおもろいなと思いました。なんでこの配信で、このイベントでもしね、ゲットできたら景品が、これを機にゲーム配信始めようかなと思ってますので、皆さん楽しみに、そのためにもぜひ何卒応援よろしくお願いします。皆さんと一緒に優勝を勝ち取りたいと思っております。ギルのメンバーの勧誘ってどうやってやるんだろう。ゆうちゃんおらんの、ゆうみさん見れば分かる通り見たら分かります。どこで勧誘すればいいんだろう。押すとか表示とかがその多すぎて、もうめっちゃ頭混乱するんですよ。いっぱいなんか一気にバババってやらないといけないゲームでもなんか頭に入ってこなくて、目の頭真っ白になるんで、ちょっと慣れていけるように頑張ります。いっぱいやってるんですけどなかなか慣れない。告白されたのしょうがない。カイハムル、なのでローモバまだ始まったばっかりですが頑張りたいと思います。ルールを理解するのにめちゃくちゃ時間かかりそうだけど、ルールを理解できたらめっちゃできそうな気がする自分なんで、早く勉強して理解して頑張りたいですね。もう勝ちたい、マジでマジ勝ちたい、もう絶対負けん絶対負けたくない。
三重県にも所属させていただいたので。膝小僧の反対語は何？反対対義語。肘書籠肘書籠どう？負けたら負けたらあかん。負けないよ。膝小僧なんで、膝書籠、肘書籠、小僧なんで、書籠でなんか語呂がいいように、肘おじさんとかもあるんですけど、肘書籠で語呂がいい感じにしました。風邪ひかないように頑張ります寒いんで最近、皆さん気をつけてください。本当に何でそんなに笑ってるなんで、まあ何をやったらいいかとかは皆さんとこれからどんどん配信をするにあたって決めていって、ここもちょっとこうしたらいいと思うとかもアドバイスいただいて強くなっていきたいと思います。ローモバ頑張るぞ。えいえい、おマジ頑張りますからね。ふわ絶対負けないからね。本当に機材は欲しい。リアルに配信機材マジ欲しい。超豪華配信機材ですからね。で準優勝も豪華配信機材、超が消えるだけなんですけど豪華配信機材ですから、えやばくないと思って、え本当に優勝したい。マジで今回はマジで本当命かける。え本当に内丸水産 TV 解説したいもん。ギルド戦って頑張りますよ。本当にもう丸水さん頑張る頑張ります。ああ本当にくしゃみがくしゃみが出そうで出ないムズムズしてる。くしゃみ出そう。内丸水産のロゴは、うーん、どうしよう。内丸水産、舞ちゃんと前やった内丸水産あ、花粉なんこれ、花粉なんですかね。なんかめっちゃ喉痛いし、目は別にそんななんですけど、今めっちゃ鼻ムズムズする。えマジ風邪ひき、え困る困る困る、本当に困る。それはやばい、外せない用事があるんです。
寿司三昧言うな。藤丸水産 TV なんかその動画と動画の動画と動画のなんかこのカットのシーンじゃないけど移動しようみたいな時になった時に一瞬流れるじゃないですか。みっちゃんのプーブーチャンネルだったらなんか動画の合間とかにプーみたいな感じで一回切り替わる時みたいな、それを藤丸水産 TV 藤丸水産にするかどっちか迷ってるんですよ。なんでもう頑張ります、勝ちたいこのイベントで、負けないぞ。今頑張ってあの建設してるんですけど、ダイヤみたいなルビーみたいな紫のあれが意外となくなるんで頑張って貯めていろんな建設していきたいと思います。なんかあの長くないですか、めっちゃ時間なんか建設するしたりレベルアップするの。なんでめっちゃもうあそうなんて言うんだろう、しびれを切らして別のことをやっちゃうんで、こう気をつけて頑張ります。そう長いよな。そう早くするやつ使ってもさ無理じゃない、なんか早くあれ してるのも遅いから別に 1分みたいななるから別に意味なくねえと思って即完了みたいなやつをやっちゃう、めっちゃ毎回。なんでリベ期間1ヶ月です。なんで頑張りますね、みんなみんなと一緒に頑張りましょう。もうそろそろ公演始まるかな。なんで頑張ります。ちょっとと研究速度の才能を優先で上げましょう。ああなるほどね。今風は戦うやつしかやってないわ。戦うあの兵士の強さみたいなのしかあれしてないんで、人格みたいなやつ、第五人格でいう人格みたいなやつをあれしてないんで。シェルターにロード入れ忘れんように。何それ、どうやってやればいいんですか。もう終わりましたよ。もうシルターにロード入れるの、しかし A さんがもう終わるってのに携帯を渡そうとしてきて、もう終わりましたよって。なんでなんであの人格を研究あれにします。皆さんと一緒に頑張りたいと思いますこの期間。ファイト一発。パラララ。黒幕駆動の松家さんありがとうございます。11位が奈々ちゃんありがとうございます。10位があやちゃんありがとうございます。9位がトミーありがとうございます。恐竜さんありがとうございます。6位が校内おじさんありがとうございます。5位がしおちありがとうございます。4位がカズさんありがとうございます。3位がお北野大地ありがとう。そして2位がまるるさんありがとうございます。そして第1位がぬくいさんです。ありがとうございます。ありがとうありがとうございます。本当に皆さん
今回のイベントマジで1位取りたいので本当に協力お願いします。みんなで分からんなりに強くなっていきましょう。最初からねできててもダメなんで、最初はねできてなくても頑張ってみんなでやれば勝てるはずなので、フワミン大使協力してみんなで頑張りましょう。なので作戦会議というか意気込み的なことになりましたが、皆さん今日は見てくださってありがとうございました。あったかくしてください、寒いので。ヘルプマジでめちゃくちゃヘルプするもん。秒でヘルプするくない？ふわめちゃくちゃ秒でヘルプせん、マジで即ヘルプ。みんなもそれと一緒ぐらいすぐヘルプしてくれるんでありがたい。今日のご飯はまだ決まってないけど、練習してゲームいっぱいやりたいと思います。なんで皆さん頑張りましょう。それではまた次配信するときにお会いしましょう。それではバイバーイ。倒すなら一番強いやつっしょ。ありがとうございました。